いいね。以前の放送でリリコの似顔絵の描き方を教えてくださったガンジーさん、そのおかげでオリジナリティいっぱいのバースデーケーキが完成しました。現在は青葉区宮町にある学習塾と同じフロアに引っ越して営業中とのことですが、コロナウイルスのことで人と人とが会えないとか、そういう時こそこの人を感じる似顔絵で皆さんのお役に立てたらいいなっていうのをやっていました。ガンジーさんはもう多分今まで何百人もっと似顔絵は描いてきていらっしゃいますよね。マスクで顔の半分ぐらいが見えなかったとしても、ここの見えない部分も想像して似顔絵を描けるんじゃないかなってちょっと思ってしまったんですけど、そういうのはちょっと今までやったことが、とおっしゃるガンジーさんに無理を言って、本日初対面、渋谷の想像似顔絵に挑戦していただきました。まず、マスクのない根元のあたりからちょっと描いてって、ちょっとヒント出していいんですか？私中学校の頃に、はい、あの全部のパーツがでかいからビッグパーツって呼ばれてたんですよ。そうですか。はい、完成しました。はい、ドキドキします、ね、そうですよね。では美子さん、はい、マスクを外してください。あ、すごい素敵結構似てないですか？似てますよね。そう、もっとパーツを強調してもよかったかなっていうふうに思いますねやっぱお話ししながらで、例えばお友達とかご家族とかも一緒で、こうみんなで盛り上がってると、やっぱその人のより魅力的な表情っていうのも出てくる。コロナウイルスのあのこういったのが収まったら、またそういうのを徐々に再開していけたらいいなと思っております。いいでしょう。